パイレットさん、日本です。もうお風呂も入ってます。ま、今はうちではないんですけど、日本でパイレットさんを呼んでいます。で、みんな娘たちが寝たので、一人ちょっとだけ自分の時間、まあ、香港ではほぼ全部自分の時間なんですけども、人生は有限です。どこに注力していいのかが分かんない。いや、注力していいのかが分かんないじゃないな。要は多分この本を読むときは本に集中する、何かをやるときは何かに、山を行くときは山、仕事をするときは仕事、なんか育児するときは育児、子供たちと接するときは子供たち、でもうね、多分 100% 入り込んでいかないといけないんだと思うんですけどね。もうその時はその時だけを思うと、それがなかなか難しいです。あのね、人のいない道路とか最高ですよね。本当はね、あの天王寺のコンテナあたりにスタイリッシュなユースっぽいところを作ったらね、絶対入ると思うんですけどね。羽田からも近いし、今国際便羽田もかなりいろいろなところから来てるんで、というより何より自分がやりたいんでね、あそこのあたりか海沿いのコンテナかな。なんでああいうのにこう人のいない道路とか、なんでこう良さをいいなと思うのか、そもそも自分がなんでそんな思考になったのか、原因は何なんだろうな。バーバン、都会の中で人のいないところを探すという矛盾したね。それだったらもうとことんね、人のいないところ行けばいいのに、行ききれてないという、アーバンの中で人がいる気配を感じながら人のいないところにいる、行くというね、なんともなんかね強がりたいんだけど本当は寂しいみたいなね、そういうところがあるのかな。そういえば夜景久しぶりに見たな。いや違うな、夜景なんて久しぶりに見てるわけないんですけどね、香港だともうこんな夜景だらけですけど、ここでの夜景を久しぶりに見た。見ようと思わないと全く目に入ってこないんですね、綺麗なものも何でも。これが毎日あると当たり前になるんですよね。当たり前になると何の感動も覚えないというね。うん。